地です。近藤です。フェンダーフラグシップ東京オープンおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おー、本番前のルーティン。くはい、私さんはでも音楽必ず聴いてます。あ、最近なんか聴いてますかね。それはね、最近僕が聴くあれなんだけど、なんかみんなにも聴かせたくなるやつ。そうなんですよね。みんなそんなことはルーティンですね。はい、近藤さんあります？なんでしょうね。近藤さん歯磨いてますよね、よくね。そう、歯磨きます。歯磨いてますよね。歯磨きますし、まあでも伸びしてますよ、近藤さん。よく伸びを、だから逆にこうイヤモンにするじゃないですか。ああ、はいはいはい。だから何も音聞こえないんですけど、めっちゃ山口さんがこうやって話しかけてますよ。確認ね、忘れるから。そう。ああ、いや、やってますね。近藤さんのルーティンとしては、イヤモニを、つけたイヤモニを外すっていう。はい、そんな感じです。フェスで会える方もたくさんいますしね。だから、あの、そこで初めて会う方もいらっしゃいますし、なんかその交流の場なのね。もちろん、なんていうかな、ライブだとね、多くの皆さん、初めての皆さんにも会えるっていう、お会いできるっていうのがいいとこなんじゃないですかね。そうですね。なんかだからコロナ禍にこう、フェスなんかなかった時とかは、うん、いろいろ友達のバンドになかなか、そうですよね、会えなくて寂しかったです、うん。また最近会えるようになってきたんでね、うん、ありがたいことです。いや、いっぱいありますよ。いや、でもこれは別にフェンダーだから言うわけじゃない。はい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 。フェンダーのヴィンテージのギターめっちゃ、そうです、ヴィンテージのギター弾かせてもらいましたね。めちゃくちゃいい音してましたね。いや、いい音してましたね。胸厚な音してましたね。チョーキングをいつもより2倍増しで長くやりました。ストーンって外れますね。あんまり長くやる。そうですね。コード進行は続いていくんですけど、私もチョーキングをドントストップチョーキング。そうですね。チョーキングを。ドントストップフェンダー。ドントストップチョーキングで、そのぐらい素敵な音を。いや、素晴らしい。聞かせていただきました。ヴィンテージのフェンダー、素晴らしい音でした。音楽に会えてよかったねって言うんじゃないですか。音楽に会えたら、なんかすごい幸せにな気持ちになれるじゃないですか。音楽、ロックンロールとか、ブルースとか聞くと。だから、よかったねって。ブルースとかロックとかパンクに会えてよかったねって言いますね、僕は。僕はその最初に買った楽器をもうちょっと大事にしろよと言いたいです。お、最初に買った楽器とか、僕はアコギだったと思うんですけど、なんか大学の部室に置きっぱでそのまま持ってきてないんですよね。でもあれとかもうこの年になるともう30年選手とかになってるわけじゃないですか、当時の楽器が、うん。だから今ちょっとヴィンテージ風味、そう、ちゃんと大事にしとけばよかったなって思います、うん。もう多分めっちゃ才能あるから、もうそもうなんていうんですか、もうガンガンやった方がいいですよ。だってもうすげえ才能ありますよ。例えば YouTube なんかってみんなすげえかっこいい。うん、まあもう、ね、なんかアドバイスなんかとんでもないですよ。でもなくても、私どもが私どもが教わりたい、勉強させていただいてますから。もう本当にです。だからなんかそういうことで臆することなんてやってほしいです。そうですよ、もうなんかアドバイスだってこっちがもらいたいぐらいですよ。本当に心から。のお店なんですよね、ロックシップ店が。なあ、もうぜひねお伺いさせて。これはあれですよね、多分いくらギター弾いても嫌な顔されないと思うんですよね。あ、もうチョーキングぜひチョーキングをさせていただきたいなと。嫌な顔一つせず やらせて。いや、もうチョーキング、コード進行さ終わったって。チョーキング曲もう一回始まって、もう一週まで始まってもやってますんで、よろしくお願いいたします。以上、サボマスターの山口でした。近藤でした。